はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、40日目の朝ですけどね、今ね。はい。ちょっと土曜日多分動画なかったと思うんですけど、若干体調崩してまして、はい、ちょっとお休みいただきました。いただきました。はい。ということで、前回やってた続きをやっていこうかなと思うんですけど、言ってたね、アーマーをね、全種類作りました。これで多分チェストは来てるんで、これで全部揃ったんじゃないかな。うん。タングステンのやつはね、タングステンに関しては。その先まだあるんですけど、その先まだね、これチタニウムの先にクワンティウムもあるのかな、ないね。まあいや。まあでもあると思います。その先がね、まだあると思うんですけど、とりあえず今作れるのはこれしかない、これしか作れないので、これ装着してみましょうかね、とりあえずね。どれぐらい上がるもんなのかっていう話だけどね。これでも結構上がるけどね、これね。機動性も上がるからさ。すごいよね。とりあえず、いろいろでも物がついてるんで、この辺をさ、全部つくかっていうと、全部そのままつかないんで、こう、アーマー値をちょっと下げるしかないよね。待って、これ、裸足になってた。これちょっと待って、今いくつあんの？で、これ見れるんだっけ？アーマー値いくらとか。出ないんだっけ？アーマー等級。アーマー等級で見るか。48.53。ちょっとメモしましょうか。はい、ということで、ちょっとメモしました。48.53 ね、今現在ね。スタミナ病で回復してるけど、まあいいです。はい、ということで、ちょっと装備してみましょうか。順番にね。まずは、ちょっと待って。これ抜かなきゃいけないからね。この辺の持っとるよね。とりあえず一旦抜くとして、これはちょっと外せないんで、まあ、これを抜く感じかな。これつけられないよね、多分ね。3つしかつかないと思うんだけど、多分。あ、だよね。あ、これつかないの？スタミナブーツつかないんだ。マジ？あ、ちょっと待って。物が違うわ。ごめん。これじゃないわ。これじゃなかった。こっちだ。こっちだよね。びっくりした。今つかないのかと思った。あ、つくよね。はい。まあ、この3つだね、つけるとしたらね、アーマー等級は変わらないけど、それでも1個は上がってんのかな？あ、落ちるの逆に。あ、違う、何見てんだ。これとこれだよね。ああ、だよね。え？こっちの低いよね。15.32、これで2ぐらい上がるから、プラスだよね。17.3、19.7、まあ、プラス2ぐらいは、2個ぐらいは上がるって話ね。ちょっと順番にやっていきましょうか、じゃあ。全部で何本になるんだろうか。腕もね、なんかいろいろいっぱいついてんだよね。悪いけど。それはね、品質6だから、ね、あ、この2つがついてんだ。あ、じゃあこれがつか、静音コネクターがつかない感じかな。この辺抜いちゃってもいいっちゃいいんだけど、このね、デザートヒートシールドはまあなくてもいいっちゃいいんだけどね。間違ってさ、砂漠バイオームに入っちゃった時にね、ガンとダメージを食らってしまうんで。まあ、間違って入らなきゃいいんだけど。あ、これつかないの？嘘。つくでしょ。いや、つくはず。あ、つくよね。つくはず。つくはずなんだよ。つくんだよ。はい。ということで、どんどんモッドを抜いていきましょうか。あとなんだろう。あ、ちゃ、これ装着しなきゃいけない。これ着用でしょ。で、次、頭いきましょうか。じゃあ、頭。頭も、まあ、これがつかない感じだね。もう。この辺のアーマーチ上げるやつはもうつかない。つかないってつけるスペースがないって感じだよね。これいらないけどね。焼け盛りないからね。焼け盛りないからこれいらないんじゃないかっていう、まあ、説もあるけど、まあ、一応とりあえずつけるだけつけましょうか。なのでヘルメットライトは絶対いるんで、まあ、この3つかな。つけるならね。うん。で、これ着用でしょ。あとこれか。あとこれだね。これか。これ品質5だからそのまま合うか。これは。あ、2個しかついてない。3つつくんじゃないかな。3つつかないのかな。3つつくよね。なんでこれ2個しかついてないんだ。なんか、あ、そう。ヒートシール、スノーフロストシールドを付け替えたから。だね。多分ね。うん。で、着るのはこれですね。着るのこれ。はい。団体はつけたいね。これつけるか。19.2。うん。という感じにしましょうか。はい。来ました。全部つきましたよ。これで。あ、ちょっと待って。アーマー等級見ましょうか。アーマー等級どうなったの？変わった？
下がってる、 19.75 に下がってるけど振り切ったってことか。振り切りすぎて下がっちゃったのか逆に大丈夫なのこれ。なんかコメントにもね、アーマー東京おかしくなるって書いてあったけどね、バグってんのかな、大丈夫、 いけてんのかなこれ、いけんのかな、ちゃんと。じゃ試しに頭外してみる。あ、ちゃちゃちゃ、あ、でもなんかアーマー等級自体はおかしくなっちゃうのこれ。1個つけてた状態だと、結構なんか、あ、これ、これは脱いじゃダメだ。これ脱いじゃダメ。ちょ、全部脱いでみる？全部脱ぐと？あ、でも、一緒変わらんね。あ、こういうのつけると変わる？変わらん。あ、変わる変わる変わる。おぉ。あ、なんか反映されないのかな、やっぱモッドで、あの後から追加したやつだから、ここの等級値が反応しないっていうパターンですかね、ひょっとして。下がっていく、あ、下がっていくね、下がっていく。19、何が一番下がるの、これ、違うな、これか、あ、違うな35、あ、なんかよくわからんけど、まあでも行ってみましょうか。どうなんだろうね。アーマー等級で結局ダメージ軽減にはなるんですけど、どうなんだろうね、どんな感じになるのかな。まあ行くだけ行ってみましょうか。一応、バックアップはまた取ってあるので死んじゃうかもしれないけど、例のところに行きたいと思います。はい例のところにまあ攻撃力は間違いなく上がってるんで、ちょっとはマシな戦いができるんじゃないでしょうか。あ、HP だいぶ増えるね。283だって。相当増えたね。包帯が余ってるんで、包帯で回復するか。これめっちゃ余ってるんで、この使い物にならないんで。この30程度の回復なんか、ね、使い物にならないんで。これじゃあババッと100ぐらいこれ使っといて。よし、これでちょっと行ってみましょうか。飯持ってく位置を。飯とジュースは、コーヒーがあるんで、ガンボシチュー、待って、ガンボシチュー、ほぼ、肉シチューが80個もあるね。肉シチュー持っていくか。じゃあ、まあ80個全部持っていく必要ないな。半分ぐらい置いていこうか。っていうか、10個ぐらい持っていれば十分だけどね。はい。ということで、例の場所、行ってみましょうか。にん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 。ここですね。ここだね。これね、近くまで、この辺までバイクで行って、ここから歩きなんだよね。なんか、地雷がいっぱいあるからさ。地雷がいっぱいあるのと、あと瓦礫がいっぱいありすぎて、ちょっとバイクでね進んでいくのは相当無理があるんで、近くまで行って近くから歩きって感じですね。あー、ゾンビいるね。トウやばいやばいやばいゾンビがいっぱいいるんで、叩かないでくれるかな、ちょっとね、叩かないでくれる、おばさん、おじさん、おじさん、ちょっと叩かないで。これ閉めて、ジャンプと。オッケー。あ、前から来ちゃった。ちょっと邪魔なんだけど。だいぶ強くなってるからね、戦えると思うよ。まあ、なんでそっち行くの、お前。なんでそっから、こそっと、なんか攻めてこようとするわけ？はい、いいよ、いいよ、来て、全然。だいぶ強いでしょ、これ、ほら。もう余裕。余裕だよ。余裕ですぜ。はい。なあ、おい。よし、いけそうな気がする。これならいけそうな気がするでしょ。これちなみにね、あれ作るのにさ、アーマー作るのにね、結構苦労したのが、草を集めるのと、あと皮を集めるの。皮が一番苦労したかな。草はね、そこら辺の、食物繊維集めるためにここら辺の草全部刈りました。はい、めちゃめちゃ時間かかりました。これ見て、草一本も生えてない。草木生えないよすごい荒れた土地になってしまった。こっちにもね、一本もないよ。これほら、もう全部草刈りました。ここら辺のやつをめちゃくちゃ時間かかったけどね。うん、まあでもその草刈る、草は刈るだけでいいじゃんね。あの皮を集めるのがさ皮は動物を狩らないといけないから、草刈りと違ってね、動物を狩らなきゃいけないから、それが一番苦労したかな。皮300枚だったかな、ぐらい必要だったんですけど、それがねめっちゃ大変だった。うん、ただね、あの荒れ地に行くとさ、熊とか犬とかいっぱいいるから、ちょっとね、身の危険を感じつつもですね、荒れ地の、あの動物たちを相手に一生懸命頑張りましたよ。うん、
まあおかげで日数がだいぶ進んじゃったんだけどね、なんかね。ああ、誰か走ってきたわ。ああ、まあ相変わらずいるね。ちょっと走るといっぱいいるんだよね。殴ってみる。これこっちも、あれじゃないですか。こっちにも、パワーアップし、あ、まあ関係、ダメだな。ダメだ。コンボダメだわ、やっぱ。コンボなんかで戦えないわ。うん。当たんねえ、クソ。当たんねえわ。今日なんか寝起きだから、寝起きってわけでもないんだけどね。寝起きっていうわけでもないんだけど、ちょっとエイムが定まらんぞ。いまいちエイムが定まらんぞ。よいしょ。だいぶ戦えるようになった、でも。うん。誰か来た？あ、来た。はい。ゾンビ多いね、相変わらずね。まあ、こういうのもね、こう処理していかないと、当たんね。当たんね、クソ。処理しとかないとね、レベル上がらないからね。めんどくさいっちゃめんどくさいけど。あ、多いな。相変わらず多いな。死んだ？死んでくれた？ OK ですか？うん。まあ、こういうのは取らないんだけどね。まあ、まだいるな。どこ？あ、いた。死んだか？ OK。だいぶ強くなったね、本当にね。いらないな。いらないわ。置いていこう。はい、ということで、じゃあちょっと現場まで行きましょうか、頑張って。さて、もうちょっとで着くところですけど、ちょっとで、もうちょっとで到着ですけど、そのもうちょっとが大変なんだけどね。もうちょっとが大変なんだけど、まだ生きてんな。誰爆発してるやつ。あ、来た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 。いろんなとこで、いろんなとこでクマ爆発したの。死んだの？死んでないな。死んだか、オッケー。そこに警官がいるけど、警官は無視しましょう。うん。で、地雷がね、ほんといっぱいあるんで、ちゃんと下見ながらね、行かないと。これね、あ、これ違うか。下見ながら行かないと、大変なことになるんだけどね。地雷マジで、あ、ここにもあるね。これ、ここにもありますね。めっちゃいっぱい、あ、ここにもあるな。めっちゃあるんだよね、地雷が。ほんと、危ない危ない危ない。危ないんだよね。そしてね、危ねえ、危ねえ、意外とね、分かりづらいんだよね。地雷意外とね、分からないんだよね。本当によく見てないと。本当によく見てないと分かんないから。戦うの大変なんだよね。爆発耐性とか、危ねえ、上げたいところですけどね。どこだっけ？あ、あっちか。そう、焼け盛りなんだよね。なんか焼け盛りっていうか、焼けた木がいっぱいあるんだよね、周りに。え？やばい、叩かれた。叩かれちゃった。OK。OK かな？あ、あそこですね。あの、木がいっぱいあるとこね。よし、行こう行こう行こう。行くだけでも大変なんだけどね。これ地雷、本当に地雷いっぱいあるね。まあ、全部地雷じゃないかもしれないけどね。ただのハブキャップかもしれないけど。はい、来ました、やってきました。どこだっけ、入り口向こうか。ちょっとここにゾンビを、このゾンビやっとくか、とりあえず。はい、いらっしゃい。OK かな。入り口向こうですね。勝ちって言ったらもう大ダメージだからね。勝ちって言ったら大ダメージなんで。はい、やってきました。あ、スリーパーいるね。よし、じゃあちょっと気合い入れていきましょうか。誰かいるな。あ、ショートしなかった？気のせいか？これ直して。で、一応まあこの辺もしっかり、あ、しまった。なんか、回復のでかい水分持ってくればよかったね。こないだも言ってたのにね、すっかり忘れてたな。コーヒー飲んでごまかそうか。コーヒーなくなっちゃうよね、多分ね。3つぐらい飲んで、よし、行きましょうか。まあ、最初はモリバンヨームなんで、最初の敵はね。まあ、そんなに大変じゃない。うん、OK。パワーアップした。パワーアップした威力。銃の威力なら。一応、なかなか見るか。じゃん。あ、待って、これもらって帰ろう。あ、誰か来た。誰か来たぞ。
はい、いらっしゃい、いらっしゃい。叩かれた。OK。 じゃあ降りていきましょうか。前回のパターンだと降りていきなり囲まれてたんで、また囲まれるよねきっとね。あ、待って、もうフォートバイト切れたの。フォートバイト切れるの早いんだよね。6分ぐらい欲しい。喉が渇くんで、これも飲んで、よっしゃ行きましょうか。じゃあじゃんと、ここにいっぱい湧く。自ら突っ込んでいく。殴られたけど、まあ大丈夫でしょう。オートバイトの威力思い知れ。ここでいきなり挟まれるようになるんだ。そういう風にできてるんだね、降りた瞬間にね。うん、よし、まあここはいいわ、ここはいい、まだ森バイオームだから。で、どっちに行っていいかもう忘れちゃったんだけど、こっち行ってみるか。あー、いっぱいいるね。めっちゃ並んでる、めっちゃ並んでるか。あー、もう容赦なく行きましょうか。容赦なくぶっ放していこう。森バイオームの敵だからですね、舐めてるよね。うん、あ、でこっからデザートか、デザートハイブ、はい、ゴー。いる？いる？そんな目の前に湧くの？目の前に湧くの？オッケー。オッケー。クマがいる。あ、そうか。ここ動物がいっぱいいるんだっけ、そういえば。動物がいたような気がする。ちょっと上がりたいね。ちょっと上がりたいよ。さあ、来い。スコープがね、今もついてないから。スコープがついてないんで、ちょっとね、頭とか狙いにくいですけど、まあ、なんとかなるでしょ。なんとかなるでしょ。いや、こいつは強いな、やっぱり。OK か？よし。で、あー、いっぱい落としたね、略奪品ね。まあ、いらないな。いらないね。いらないね。スレッジハンマーとか、これ使っとくか、一応。オーバー回復狙って。あ、ご飯食べとく。ご飯食べちゃうか。うん、まあそんなとこでしょう。これ置けないの、こっちに。置けるんだ。戻せるんだ、一応。あ、チェーンソーの6だって初めて見た。もらって帰ろう。一応。コーヒー飲んじゃおう。よし。で、ここ行き止まりだったっけ？なんか行き止まりだったような気がするね。今、入ってきてから気づいた。あ、犬死んでる。犬倒した覚えないんだけど、死んでますね。よし、こっち行き止まりなんだ。そうそうそう、思い出した。前回も、あ、こっちは行き止まりなんだって言ってこっち行ったんだよね。うん、よし、じゃあどんどん攻めていこう。この辺追加で飲みながら。チェーンソーの6って多分使わないと思うけど、でも品質6だったら持って帰りたいよね。なんかなんとなくね。なんとなくね。品質6って言われるとなんか持って帰りたくなるわ。うん、よし、行きましょうか。じゃあどんどん行きましょうか。こっちはもう誰も、あ、いるんだ。あ、いるいる。あ、そこ。前回もそうだったよね。挟まれてる。こっち繋がってんだっけ？あ、誰もいない。あ、誰もいないわ。なんかこっちからデモリンが来たような気がしたけどね、前回ね。で、こっちは行き止まり。はい。そしてこっちに進んでいく。赤いクリスタルが見える。はい。いっぱいいる。いっぱいデモリンからやりたいな。オッケー。ナイス。ナイスデモリン。叩かれた。まあ、叩かれるのはしょうがないよね。よっしゃ。やれるやれる。全然やれるぞ。全然やれるよ。これ一応中だけ見るか。じゃん。コンボの、あ、まあ、この辺も使わないけど、6だったら持って帰ろう。6だからというだけで持って帰る。5分、10分、まあいいか。よし、行きましょう。あ、燃えてる。燃えております。消えました。燃えております。かかってこい。燃えた。前回の俺とは違う。前回の俺とは違うぞと言いたいところだけど、いや。あ、叩かれた。なんでお前いるの？ちょ、お前どっから来たの、お前。前回の俺とは違うぞと言いたいところだけど。どう？おい、かかってこい。冷静に頭を打ち抜いてきた。
冷静に頭を打ち抜くんだ。オッケー。ちょっとダメージは食らった。ちょっとダメージは食らいましたが、一応まだこの辺の効果はあるね。どんどん飲んでいこうか。これある程度以上いかないんだよね、確かね。十何分までしかいかなかったような気がする。あの効果の時間ね、持続時間ね。よし。まあ、この辺までは前回も来れた。ちょ、待って、ノラが来たな。ノラ入ってきたわ。ノラ入ってきた。OK? あ、やばい。危ない。気づかなかった。壊れるとこだった。よし。行きましょうか、じゃあ。怖い。怖いね。怖いよ。建物があるところまでは行ったんで、ここか。ここまでは前回も来たね。よし。こっから先だ、問題は。前回この建物に押し込まれて死んじゃったんだけど、こっから、こっからだね、この赤いクリスタル。赤いクリスタル、こいつをとりあえず気づかせよう。赤いクリスタルのところ。こっから先が強いんだが、まだ。こっから先はまた強そうな予感が。ちょっとずつ行きましょうか。いっぱい湧くんだっけ、ここ。なんかおかしいね、ここ。なんかテクスチャーが。テクスチャーがおかしいぞ。あ、こう。あ、やばい、気づかれた。気づくの早いな、お前。一人か。一人なら。ちょっとある程度離れてからやりたい。OK? 怠慢だ。怠慢なら勝てる。俺ワンチャン思ったんだけど、このクリスタル銃で撃ったらダメージ食らわない？食らわないか。なんかすごいさ、勢いで HP が減ったからさ、前回死んだ時ね。なんか撃ったらダメージ食らったりしないのかなと思って、これ何？重なってんの？テクスチャーが。あの、荒地のクリスタルあるでしょ？ピンクのやつね。紫のやつ。あいつにね、弾当たるとね、HP 減るんだよね、ガーンっつって。あの、叩いても減るけどさ、弾が当たってもね、結構な勢いで HP 減るんですよ。だからひょっとしたらね、そういう感じでさ、なんかに当たってダメージ食らったのかなとか、いう気がしないじゃないんだけどね、前回。フォートバイト生きてたのになんかすごい勢いで HP が減って死んじゃったから、ああ、やばいやばいやばい。すごい勢いでね、HP 減って死んだからさ、前回ね、死んだ時ね。なんかそういうのが当たっちゃいけないところに弾が当たったのかなとかね、一瞬思ったりもしたんですけどね。気のせいかな。やばい、デモリンが爆発する。前回もこの辺で爆発してて、前回もこの辺で爆発してて、ね、あの弾がさ、うおっと、なんだ、どうなった、あ、びっくりした。そうか、あ、そうそう、なんかこれ変な方向、前もあったんだ、これ。前回もあったんだ、これ。変な方向を向かされちゃうんだよね、なんか。自分のさ、向いてる方向が、なんか、急にさ、なんか、変なとこ向いちゃったりするんだよね、あれ。なんだろうね。そういうなんか、そういうデバフなのかな。そういう、誰かの特殊効果が。誰かの特殊効果なんですかね、これ。そういうの。デバフじゃないけどさ。やばい、それはまずいな。食らうか。食らったけど、まあ大丈夫だ。食らったけど大丈夫だ。まだいける。多いね。ちょっとぐらい減ってる？ちょっとぐらい減ってますか？あ、いってるね。いけてるいけてる。焦らずに。冷静に頭を打ち抜いていこう。焦らずに。デモリンがいる。デモリンがいる。やばい。冷静に行こう。冷静に行こう。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。よし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 。さあ、前回もここまで来たかな？この辺までは前回も来てたよね。やばい、貞子ここに来ちゃった。どこだ？上か。え、どこ？あ、ここか。ここ開いてんだ。ここ、わかりづらいよね。ここ、こっから来たんだね。そういえばね。よしよし。ちょっと待って。ちゃんと準備を整えてから行こう。
この先が割と重要だったりしますよね。結構な量倒したけどまだいるのかな。一応全部効果はまだ残ってるので追加追いフォートバイトフォートバイトでフォートバイト追い打ちかけましょう。はい。で水も飲んで HP 190、まあそんなもんでいいか。追加回復はやめておいて、はい、行きました。はい、行きました。この先になんか建物があるんだけど、あそこにまた並んでんだよね、人はね、たくさんね。あ、こっちにも部屋がある。ああ、気づかれた。あ、そんな近くにいる。そんな近くにいるとは思わなかった。で、また、またいっぱいいるな。またいっぱいいますね。待て、そこのデモリンを。ここに前回押し込まれたんで、こっからは離れていこう。こっからは離れて戦おう。あ、マジか、壊れた。マジか。ちょ、待って、それはきつい。それはきついもんがある。直したい。直したい、直したい。来い。来い。頭を狙いにくいよね。やっぱスコープがないとね。頭狙いにくいけど、まあ当たらなくはない。頑張れば当たらなくはない。ここでデモリンが爆発するとちょっとまずいんだが、ピッて言ったね今ね。ピッて言わなかった今、気のせい。死んだか。死んでくれたか。死んでくれたんだな。あ、死んでくれたみたいね。よかったよかった。危ない危ない。ここで爆発されたらちょっときついもんがあるね。よし、前回よりは。でちょっと待って、なんか道がガタガタすぎてちょっと大変なんだが、前回よりは先に行けたね。3分と17分、フォートバイトだけ足すか。6分にしたいね。あ、 OKOKOK。 フォートバイトだけ6分にして、でこれちょっとあんまダメージ食らってないけど一応直して、よし行きましょうか。あそこに建物があるんだよね。前回より進んだね。あ、前回より進んだぞこれ。行けるぞ。あー、すごい、こんななってんだ。あ、そしてドアがある。湧いた、誰か湧いた。まあでもこれは防弾ガラスか。これ開いてんのかな。開いてるんですかね。開かん、誰もいない、誰もいないね。スニークで行く。スニークにで行くとね、すぐさま逃げることができないんで。あ、待って、ドア開いてるじゃん。あ、警官がいるわ。警官いるわ。弾なかった。弾2発出るかな、ちなみに。え、マジか。マジか。デモリンか。あ、デモリンでかくて出れない。チャンス。チャンスだ。でかくて出れないとはおバカさんめ。よし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 。よしよしよし。でかくて出れないとはなかなかのおバカさんだな。お、誰もいない。オッケー。クリア。で、この先にいたんだっけ？あ、ここに並んでたんだ。3体、多分ね。多分3体並んでたんでしょうね。見えなかったけど。やっちゃったけど。お宝がある。お宝部屋だ。お宝部屋ですけど、ちょっと待って、この死体をちょっと処理したいね。怖い。怖いんだが。めちゃくちゃ怖いんだけどね。ちょっと万全を期していこうか。フォートバイトだけあれば、うん、まあいいか。で、一応回復も使っときましょうか。オーバー回復させといて、行きましょうか。じゃあ行ってみますか。ボスいたよね。なんかどこにいんの。え、ボスいなかった。なんかあれ、こっから見えてたとこじゃないのこれ。あ、いた。バーンとボス、焼け盛りのボスだ。焼け盛りのボスなんだ。え、荒れ地じゃないんだ。え、燃えるの。マジ。そう、継続ダメージある。
燃えるの、そういう特殊効果。待って待って、もう燃えようが何しようがもう撃つしかねえうわ強っ、なんだこいつ、全然ダメージ入ってねえ。頭どこだ、頭がどうか見よう自分が燃えてるからさ、ちょ 炎のあれで見えない、めっちゃ強い。え、全然ダメージ入ってないけど、どこ頭がどうか分からないダメージは大丈夫だ、ダメージ大したことない、ダメージは大したことない、ただこいつの頭がどうか、あ、ここからちょっと待って、そんなのあり、ちょっと待って一応 HP は、あ、でも削ってる削ってる削ってるぞ、頑張れ、頑張って削るんだ、削ってる削ってる、こいつ自体は大して強くないこいつ自体は大して強くない、あとどれぐらい、全然倒したか、倒したんじゃない、ガシャンって言わなかった、倒した。いつまで燃えてんのこれ、消えるコーヒーで、あ、消えたわ、あ、倒した、倒しました、やりました、脱水状態で死にそうです、本当だ、2% とかしかない、ちょ飲んで、いっぱい飲んであ、ここに、ここにあるかな、水、水分、あ、水分はないのか、まあもらって帰るか、あったあった。あった。スムージーがあった。よし、これめっちゃ回復するでしょ。あ、そうでもなかった。そうでもなかったわ。151。151でまあ満タンになるでしょ。よし、じゃあ倒したぞ。でもなんか焼け森のボスだったね、どうやらね。荒れ地のボスじゃないんだ。はい、貞子くん。貞子くんがいっぱい湧いちゃった。もうかなり連打したから。かなり連射したからね。どこにいる？上にいるのか、上だね、上の階だね、ちょっとここの、あれ、ここ繋がってないんじゃない、ここ開けてみたいね、貞子くんをサイレントに倒していこう、とりあえず、どっから来たんだっけ俺、自分がどっから来たかよく分かってないんだけど、あ、ここか、どこにいる、こっちにいる、あ、いた、ふう、オッケーですか、よし、静かになった。ちょっと漁ってこようか。どうなってるの、探索しよう、探索しよう。どういう構造になってるんだここちょっと開けてみたい気がする。ここ繋がってないんじゃない、繋がってんのかな、繋がってないよね。そっち行けないもんね。ここの中だよね、今いたのね。あ、だよね。こっちだもんね。さっきの建物はね。で、こうなってて、まあなんか機械がいっぱいあって、この辺は別に何のギミックもないのかな？何のギミックもなさそうですね。ここもモニターいっぱいあるけど、俺が撃っちゃったからひび入ってるけど。あ、この武器バッグがあるわ。じゃん。まあでも、あ、これ開けてない、それ。これ開けよう。エンティティルート、コンテナー。焼け盛りボス。あ、クリスタルゲットした。バーンクリスタルゲットした。オッケー。すごいね。あの、単行2000だって。あ、プラチナはお金はいっぱいもらえるんだよね。そう、お金がめっちゃもらえるんだよね。ボス倒すと。よし、ちょっとご飯でもあさって帰るか。めちゃめちゃいっぱいあるじゃん。めちゃめちゃいっぱいあるね。ご飯、まあそんなにいらないっちゃいらないんだけど。ここにもあるけどね。これ取れないの？取れる。めちゃくちゃご飯いっぱいあるね、これね。ここはでも無敵じゃないから、ここに住むのは不可能ですね。不可能でもないか。強化すれば住めるか。あ、でも逆にさ、あれだね。あの、なんだっけ、ほら。ランドクレームブロック、土地市場を置けるから、住めるかもね。うん。まあ、住む意味ないか、でも。別に住む意味はないな。大してね。無敵だったら住む意味あるけどね。よっしゃ、もうご飯大量。いらないけど、そんなに。そんなんいらんけどね。で、あ、こっから来たんだね。なるほど。こっちになんか、行けるけど。あ、行けるけど別に関係ないんだ、ここは。ただの。あ、この辺のチェストをちょっと開けたいところですね。これはでもまあ、多分、
なんとなく何が入ってるか予想はできるんで、見るだけだな。見るだけって感じでしょう。うん、あ、こういう弾薬の部品とかは欲しいね。まあ、弾はいらないわ、もう。それ使ってないし、今。うん、これもまあ別にいらんな。あ、こういう、なんか、部品、ダックビルも、あの、マシンがないね。マシンがじゃねえや。ショットガンないんで、別にいらないわ。火薬もまあ今、大量に作ってるんで、あ、ロケットランチャーね。ロケットランチャーいいかもね。あ、何またその、喉は、喉乾いてんの？あ、これ、ゆっかスムージーがあるよ。あ、ミネラルウォーターもあるよ。これだいぶいくでしょ、これ。131。増えていかないんだね。暑いの、ここ。ここが暑いからってこと？でも一応ほら、あの、焼け盛りのシールド持ってるけどね。焼け盛りじゃないか。焼け盛りではないか。ここ場所的にはね。場所的にはあれだな。うん。まあでも、品質6の武器はあるけど、やっぱりパーツすら出ないね。銃関係はね。あ、銃関係は本当に出ないね。マシンガンパーツとかさ、ハンドガンパーツですら出ないよね。よし、ということで。回復してんの？これ。回復してるね、水分ね、一応ね。よし。え、開くの？これ。鍵かかってないの？びっくりしちゃった、今。あ、展示ケースか。あ、そういうことか。ここはまた違うんだ。これ取らないとダメなのか。あ、そういうことね。重なってるからね。開けてみよう。はい、開きました。じゃん。お、作れるようになった。ロックピックはいただいて帰ろう。あと、銀もいただいて帰ろう。アシットももらって帰ろう。そんなとこかな。貞子くんの声がしたけど、ここも開けたいね。全部開けてみようか。とりあえず。よっしゃ、開きました、全部。貞子くんの声がするんだけど、まあ、ここまで入ってこないかな。じゃーんと。なんだこれ。あ、ドローン出ないね、そういえばね。これ作んのにもめっちゃ苦労したんだけどね、この裁縫キット。裁縫キット作ったら、裁縫キット作るのに草がいるんですよ。草がね。草が大量に。草刈るのマジ大変だった。これなんだっけ？あ、ヘリコプターね。これはいるかもしれないね、これね。ただ、つけられないんだよな、もう。空きがないから。放射能除去装置。これはもういらない。金取れないの？金欲しいな。なんか、いらないもん。いらないもん。腐肉いらないな。金欲しいわ。地図も欲しい気がするけど。これ使おう。意味もなく。意味もなく使っとこう。まあ、そんなもんか。別に。そんなとこか。ご飯とか、まあ、いらないっちゃいらないけどね。うん。これ見た？これ見てない。あー。以上。以上です。まあ、大量の武器はあるけど、大量の武器はあったけど、まあ、そこまでだな。そこまでって感じだな。うん、よし、じゃあ帰りましょうか。ここのさ、でも、クエストでまだここのハイブックへ出ないからね。ちょっとあそこは、向こうの建物開けてみたいね、あれ。壊さなきゃダメなのかな。前回中に入った感じだと何もなかったかな。押し込められてね、中に入っちゃったけどね、前回ね。あそこちょっと壊してみる？ちょっと壊してみたい気はするね。壊してみようか。貞子やってから。貞子くんをやっちまってから。またここにいるの？ OK。OK じゃなかった。生きてた。OK じゃなかったわ。よし、ちょっとあそこ叩き壊してみるか。あのドア。どれぐらいなんだろう。あの硬さ。硬さどんなもんだろうね。でもなんかデモリッシャーの爆発で壊れてたから、ここね。2万か。でかいな。5000か。まあ、5000ぐらいなら壊せる。壊してみよう。え？え？見えない、見えないんだが。
テクスチャーバグってるか。もう一個壊してみるか。じゃん。あ、何もない。何もないですわ。テクスチャーがおかしくなってるけどね。え？どういうあの部屋なんだろうね、ここはね。おっ、びっくりした今。出れなくなった。出れなくなったんだが。なったんだが。どういう意味がある。あ、そんな感じ。え、そういう感じ。チラ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 してるけど。え？え？って感じだね。なんかね。なんか罠なのかな、こういうね。なんか。うん。ここに落ちたら大変なことになるよ、みたいな。そういう仕掛けかな。わからんけど。何もないみたいね。何もないみたいですね。どうやら。出口こっちでいいのかな？こっち掘り進んでるけど。あ、出れた出れた。あ、まあ、あんま関係ない。関係ないみたいね。どうやらね。うん。よし、とりあえず、まあ、これはゲットした。なんて書いてあるの？ファット、ハッペンという、なんだこれはって感じ？おお。まあいいや。とりあえず、まあ、クリアできた。はい。なんとかリベンジを果たしました。はい。ということで、どっちから来たのかちょっとよくわからん。こっちは何があんの？あ、こっちから来たのか。え、こっちに行ったらどうなんの？こっちに行っても帰れるんだ、一応。あ、繋がったのか。さっき行き止まりだったけどね。繋がっちゃったのか。まあいいや。はい、ということで、じゃあ、まあ、リベンジを果たしたということで、私、帰りたいと思います。帰りたいと思います。やったね。やったね。そのうちまたこれが、あの、ハイブクエで出てくるんでしょうね。これ、上がれんの？どうでもいいけど。どうやって上がるんだっけ。どっから上がるの？こっち？あ、こっから上がるんだよね。え？帰れない。帰れなくなってる。あれ、前ど、こっちからなんか俺、上がったような気がするけどね。上がれない。じゃあ壊すか。壊せば上がれるよ、別にね。壊しちゃいいんだよ。あ、滑る。壊しちゃいいんだよ、こんなの。壊しちゃえば。はい。上がってきた。あ、ここ出口か。よし。はい、ということで、なんとか頑張ってクリアしましたね。はい。まあ今回この辺にしときましょうか。バカズバカしてるけど。あと問題はこれ、焼け森のボスだったんで、荒れ地のボスは他にもいるのかっていう話だよね。ねえ、またまあ行ってないところ、まだこの辺とかね、開拓してないところがあるんで、どっかに荒れ地のボスもいるんですかね。ここの町は行ってみたんだけどね、一回。この辺ずっと全部荒れ地なんで、この辺荒れ地だからね、荒れ地ちょっと探索してみようかな。ここら辺もね、この辺多分全部荒れ地だと思うんだけど。うん。なるほど。まあ、ここは、焼け森のボスでした、ということで。ティア4のクエストで、ひょっとしたらここがハイブクエでハマるかもしれないですけどね。今んとこ出てないけど、ハイブクエストはね。はい、ということで。じゃあ、今回この辺にしときましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録など、よろしくお願いします。お母さんでございました。またね。